お待たせいたしました。日中終了いたしまして、市委員長の記者会見を行います。冒頭市委員長の方から、発言をしまして、あと記者の皆さんから質問をお受けしたいと思います。じゃあ委員長からよろしくお願いします。私の方から、総会の結果でありますが、オンラインで、初めての総会になりましたが、35人の発言がありました。で、全体として大きな成功を収めた総会になったと思います。で、討論では、この脇目も振らずに、日本共産党の躍進のために、力を集中しようという提起が正面から受け止められて、深められたものとなりました。全体で全区で見た、方はリアルタイムの視聴の合計で 23,176人という、2万人以上の方がリアルタイムで、党内通信および YouTube で視聴したという規模の取り組みになりました。ぜひこの決定を力にしてですね、総選挙の躍進に向けて頑張りたいと思っています。決定は幹部会報告と結合は全会一致で採択されました。オンライン会議でしたので、オンライン会場をそれぞれ集計するのに若干手間取りましたが、きちんと集計もできまして、全会一致で採択になりました。以上です。あと質問あればどうぞ、はい、それでは質問される記者の方は挙手をお願いします。社名とお名前をおっしゃってください。NHK の金沢です。はい、どうも。今日の総会の中でですね、政策提案というものが5つされましたけれども、総会の中でも市委員長からご説明ありましたが、今回提案とした理由について改めてお願いします。これは総選挙に向けて日本共産党として、菅政権を倒すと、政権交代を行うと、それじゃあその倒した後どういう政治を作るかということの、まさにすぐにでも実現すべき内容として、私どもの提案として、新しい日本への5つの提案と、で項目では20項目になっておりますが、この形でまとめさせていただきました。これは党としての提案です。ですけども、かなりの部分はですね、市民連合との合意、あるいは野党共同提案で行った、法案の提出などなどで、もうすでに合意になっている、内容的には合意になっているものがかなりの部分を占めると考えております。ですから、ぜひこういう方向で、野党間で政策の共同性が、共通性が確認できて、その政策を実行する政権で協力するというところに進みましたら、これは一歩大きく進むことになると、そういう方向にぜひ行ければと願っております。はい、なんですけれども、これまで前回の選挙などは市民連合と各党の協定合意を結ぶ形でしたけれども、今回その提案としたことで、その政党間で その政策合意を目指されているということでよろしいでしょうか。そういうふうに私たちとしてはやっていきたいと思います。で、もちろん市民連合との合意と大変大事です。それを土台にしつつですね、政党間でよく話し合って、でお互いの政策を突き合わせてみましたら、かなりの部分に一致するんですよ。で、今日は私提示した5つの提案20項目ほとんど一致するんじゃないでしょうか。もちろんいくつか調整が必要な項目もありますよ、ありますけれども、大体一致するものが多いんじゃないでしょうか。私たちも鼻からですね、これ野党間で合意は無理だというものはこの提案の中に含めておりません。ですから、ここはよく話し合って共通点を見出したいと思っております。そして、この共通の政策合意したら、それを実行する政権で協力していくという合意が得られたらと思っております。はい、どうぞ。はい、日本経済新聞の倉沼と申します。はい、よろしくお願いします。はい、今の質問に関連して2つお願いします。政党間でこの後話し合ってということなんですが、
この提案を作るにあたって事前に、立憲民主党など他の野党と相談をしたのかどうか、あるいはこれを相談するとしたら、どういうスケジュール感を持っていらっしゃるのかというのが1点です。2点目は、これに関連してですね、20項目挙げられてますが、グラデーションというかですね、この部分は譲れないというような優先順位というのはあるのでしょうか。2つお願いします。ですね、まず他党とは相談しておりません。で、私たちの提案です。あくまでも共産党としての提案です。で、ただ先ほども言ったようにこれまで市民連合との合意が累次あります。そして共同で の法案の提出があります。そういうものをかなり踏まえて、仕上げたものでありますので、かなり多くの部分は、共通の方向ではないかと思っております。それから優先順位はですね、私たちの方であれこれの優先順位をつけるというようなことはいたしません。で、これはそういう優先順位も含めてね、これ20項目ですよね。で、20項目で仮にですよ、仮にそういう方向、大体方向で合意したとなった場合に、そしてそれで政権を作ろうということで合意したとなった場合にですよ、で、実際政権できた場合にどういう段取りでことを進めていくのかっていうのは、これはそれこそ私たちだけではなくてよく相談して決めなければならない。この20項目の中でもすぐにでも政権交代すれば実現ができるものもありますし、実現するまではかなりいろいろなハードルが必要なものもあるでしょう。ですからそれはやはりよく相談しながら、そういうことも含めて段取りは相談していきたいなと思っております。例えば選択的夫婦別姓、これは政権交代しまして新政権がですねやろうということになったら、これはおそらく実現すると思いますよ。そういうものはどんどん先にやっていくことになるでしょうし、それはそういうことも含めて、どういう段取りでやっていくかも相談だと思います。まあ、そういう相談一切やっておりません。これは私たちのあくまでも叩き台ですね、叩き台として提案させていただいたということです。はい、どうぞ。すみません、読売新聞のお付きです。はい、ちょっと今の関連でなんですけれども、まあ、立憲民主さんとはいろいろと話を進めていくと思うんですけど、まあ、そのスケジュールとかいつまでにというかですね、そのあたりの、まあ、スパンというか、どのようにお考えでしょうか。皆さん方いつもそれ聞いてこられますけど、これ先方もあることなんで、私の方でいついつまでというのはなかなか難しいですね。報告でも言った通り努力中という以上のことはなかなかお答えできません。ちょっとすみません、話が選挙の方になるんですけれども、まあ、比例でのですね850万票というのを掲げておられて、まあ、14年の選挙は606万票で取ったんですけど、17年は440万票に、まあ、下がったということで、まあ、その中でですね、まあ、その850万というのが可能かということと、まあ、それを取るために今どういう工夫が必要だというふうにお考えでしょうか。これはね、私たちの大きな戦略としてはですね、一つは共闘を成功させるということには全力を尽くしたいと思っております。で、私は必ず成功させる道は開かれるというふうに思っております。で、皆さんの中にはなかなか辛い見通しを書く方もいるんですが、私は成功させる道は開かれると私は思っております。一つは共闘を成功させると、か同時にですね、共闘をやりながら共産党の躍進をね同時に達成しなくちゃいけない、二つの仕事をやらなくちゃいけない。で、共産党の躍進ばかりはですね、これは他の党に助けていただくというわけにいかないんですね。で、これは特に比例の躍進は自分の力でやらなくちゃいけない。小選挙になった場合は一本化したところはみんなでね協力して勝つというのが大事になると思いますが、比例はそれぞれのまさに独力でやらなくちゃいけないものです。ですからこれを本当に、自分の力でこじ開けなくちゃいけない。そのために2つ必要だということを、実は3年前の総選挙で交代した教訓から私たち総括したんです。一つはね、報告でも言ったように積極的支持者をうんと増やすと、つまり他に入れるところがないから今回は共産党とい
という方でももちろん支持していただく方はありがたいんですけども、そういうことにとどまらないでね、共産党がいいから入れようと、共産党が好きだから入れようという積極的な支持者をですね増やしていくと、つまりいろんな情勢の変動があっても共産党入れていただける、そういう固い支持層をですねしっかり増やしていく、この取り組みを一つはしっかりやりたい。そのために1000万対話ということもね今回提案しました。それから500万の講演会と、あるいは読者を増やす、党員を増やす、これも全部その活動になってきます。それともう一つはですね、党の自力をつけていくと、これは党勢の拡大ですが、この積極的支持者を増やすことと党の自力をつける、この2つをやってですね、共闘の勝利と共産党の躍進と両方の同時達成をね目指したいということで、今度の日中層ではそういう意思統一をしたところであります。すみません、ちょっと関連なんですけれども、今小選挙区候補ですね、100人以上立てておられて、今後その他党との調整等もあるかと思いますが、その小選挙区である一定の候補を下ろした場合に、やっぱりそれって比例票も、比例して落ちるんじゃないかっていうふうにも思うわけですが、仮にですね小選挙区候補を取り下げても、やっぱり比例で、850万をですね獲得するためにですね、ちょっと今の質問とも被るんですけど、やっぱりそこはどうしていけばいいというかですね、今の擁立状況っていうのは、かなり最初から今回は120、30になってると思いますけども、今の擁立状況というのは共闘を考慮しての擁立なんですよ、最初から。ですから私たち全部に立てるってことを今回やっておりません。120数名だと思います現状のところで。ですからもともと共闘を考慮してのね擁立になっているということはまず強調しておきたい点です。そうしますとね、どうしても立てない選挙区が出てきます。そこはね、やはり我々としては、小選挙区ではもちろん野党の一本化した統一候補の勝利のために頑張るわけだけども、やはり比例をそういう立てないところでも、しっかり比例票を出していくという取り組みをやらなくちゃいけない。そこで今回 の特別期間を設定したのも、そういう取り組みを早くからやらなくちゃいけない。これ選挙間際になって始めたからで、始めては間に合わないということで、この時期から大体4月末までぐらいを設定して比例票をうんと増やすという取り組みを思いを定めてやろうということを決めてあげています。はい、どうぞ。朝日新聞小林です、はい、今日提案された政策の中の一つのジェンダー平等のところで質問なんですが、2030年までに男女半々を目指し、政治分野など政策意思決定の場合におけるジェンダー平等を推進しますとあるんですが、これは具体的にどういった人たちを半々にするのかというのと、あともう一点、その法制化をしていわゆるその法制化は結局義務的にですね女性を割り当てるっていうですね考え方もあると思うんですが、そういった考えについて教団としてのお考えをお願いします。これは大きな方向として2030年までに政治分野、政策決定分野における半々ということを目指そうという大局的な方向を政治的に私たちとしては提案したと。でこのやり方はいろいろあると思います。でこれは政党が独自に努力をしてやっていくこともあるでしょうし、それからさまざまな行政分野なんかにおいては一定の枠を作ってやっていくこともあるでしょう。そこはやはり今後のいろんな方法があると思います。そこまで私たち明示しておりません。それは私たちは我が党としてはですねそういう方向に向かうように党としては独自の努力をこの間やっているところでありますが、クォータ制の法制化まではまだそこを提案しているわけじゃありません。そういう政治的な方向性を提示したということであります。法制についてはいろいろ検討していきたいと思います。それも含めて。
はい、どうぞ。IWGA の木原と申します。はい、お世話になります。コロナ対策についてまず2つお伺いしたいんですけれども、なぜその PCR の検査数を増やさないのかということで、共産党だったらどのようにされるのかというのをまず伺いたいということ。もう一つはコロナの陽性反応が出て病院などに隔離されている人の中で働かないと収入がなくなって困ってしまう方がいると、その点彼らのためにどのような手段が捉えるべきだとお考えでしょうか。以上です。後者に対しては保障措置が当然いるということを我々主張しています。それから前者の PCR 検査がなぜ増えないかということについてはですね、これはね、私根本的な要因はですね、政府に検査戦略がないということから来ていると思うんです。つまり無症状の感染者を含めて検査によって把握をして保護していくと、これやらないと感染を抑えられないわけですよ。でコロナの一番難しいのは無症状の方が知らず知らずのうちに感染を広げてしまうというところに難しいところがあるわけですね。ですから無症状の方をどうやって検査によって把握して保護するかと、この戦略がいるわけです。ところが政府にはこの戦略が全くない。私たちはこのどうやるかということについて日本国民全員を検査するわけにはいきませんから、そういうもとでまずはエピセンター、あるいはホットスポットを、すなわち感染が、ひどい地域ですね、集積している地域、ここについては面の検査をやる。で先日NHK スペシャルで解析が出てました。シミュレーションが出てました。1波2波3波全体のを通じてですね、全国にエピセンターと思われる箇所が4箇所ぐらい明示されてました。東京の都心部、名古屋、大阪、等々ですね、北海道、そういうところで、いわばエピセンター、ホットスポットになってる。で、そのエピセンター、ホットスポットから、いわば感染がこう外に広がる、こういう状況がある。でそうなりますとね、そのエピセンターをですね、あるいはホットスポットを明示して、この区画については人の出入りをですね、抑えて、そして面で検査をする。そしてやっぱり制圧するという考え方に立たないといけない。これは一つ。からもう一つはですね、医療機関、高齢者施設等ですね、クラスター発生した場合に非常に深刻な被害が出る施設に対しては、社会的検査をやる。そこに働いている従業員の方、全員を定期的に検査をする。あるいは入所者、あるいは患者さん、入院患者さん、検査をやる。この検査によってディフェンスをする。この2つが少なくとも必要だと、そうしていこうということを一貫してずっと言ってきました。で最近政府がですね、否定できなくなりまして、そういう面の検査の一定の必要性、社会的検査の一定の必要性を言い出したんだけど、最後に残った大きな問題というのはお金の問題なんですよ。で今の社会的検査にしてもですね、面の検査にしても行政検査は全部費用の2分の1は自治体持ちなんです。国の負担は半分なんです。で自治体はですね、後で裏負担で返ってくるよと言われてもね、当座のお金がなかなか作れない。でこれがネックになって検査がなかなかできないという自治体が多いんです。ですから私たちが求めているのは全額国費にせよと、全額国費で今言った2つの社会的検査、面の検査をやれというのは私たちの一貫した要求であります。今やるべきはね、まさにそういう積極的な検査と把握と、そして、保護と追跡によってですね、感染を抑えるってことなんですよ。それ一番今求められているってことを強く言いたいと思います。もう一点コロナに関してなんですけれども、はい、コロナのワクチン接種に関して、治験段階に失敗が出ているということが国民の不安を増加させていると思います。それでワクチンの接種についてしっかりとした情報が共有されていないと思うんですけれども、野党としてこれについてどういうふうに思われますでしょうか。情報の公開、共有、これはもう絶対に必要です。でやはりワクチンについては、これは事の性質上ね、外からこの入れて反応を起こさせるわけですから、一定の副作用っていうのがどうしても出てきうるわけであります。ですからそういった情報も含めて全部公開すると。いうことがワクチンについては必要だと。
でワクチンはぜひですね早くに実用の方向に進んでほしいと思うんですが、やはり危険な方危険性が十分に、確かめられないで済むというのも大変良くないことなんで、この両面はしっかり見ながらやっていかなくちゃいけないと思うんですが、ただ私強調しておきたいのはね、ワクチン頼みになっちゃいけないということなんですよ。でこれはワクチンというのは一つの科学の成果ですから、科学的な知見が確立すれば局面が変わっていくわけです。しかしどうしたって時間がかかるというのははっきりしてるわけですよね。国民全部に行き渡るのに時間がかかる、そう考えましたらね、今はやはりワクチンはもちろん適切な形でこれ早く国民に届くように、しかも安全性を確認しながらやっていく必要があるのは当たり前なんですけども、ワクチン頼みになってしまってもう検査は適当でいいんだと、あるいは今医療機関はもう疲弊してますよ財政的に、この減少補填もやらない、 GoTo の事業についてもね、あんないい加減な中途半端な、対応するを続けてる、これはもう本当に許されないことであってね、今やるべきは今言ったような検査の問題、医療の機関の体制の強化の問題、そして GoTo のようなねやり方は中止をすると、きっぱりすぐに中止するという決断が必要だと思います。毎日新聞の小山です、はい、野党連合政権構想に絡んで、絡んだ質問に戻って伺いたいと思います。旧立憲民主党の時代はですね、共産党さんと、まあ、やることとか政策も非常に似ていたと思うんですけれども、新しい立憲民主党になって、まあ、この保守系の議員が加わったりとか連合との距離が近くなったことが影響しているんだと思いますけれども、この間の国会でも立憲は国民投票法を次の国会で結論を得るということを与党と合意しましたし、原発ゼロでもちょっと揉めているようです。野党連合政権構想をそのままやって、大丈夫かという不安がひょっとしたら共産党の支持者の方にもあるのではないかと思いますが、委員長はそういった方にどう説明されるか、もしくは委員長にはそういう懸念はないでしょうか。私は持っておりませんが、先ほど言われた国民投票法の扱いは次の国会で結論を得るということでありますけども、結論を得るっていうのは私たちは廃案しかないと思っております。で別に与党案の採決するということを確認したわけじゃありませんから、ですから私たちはそういう対応をしていけばいいというふうに考えております。原発の問題も原発ゼロっていう方向は、はっきりしてるんじゃないかと思っております。あまり心配しておりません。共同通信の田上と申します、はい、5つの提案の方にちょっと戻るんですけれども、はい、共通点を見出す最大限の努力ということで、相手もあることだとスケジュール感に関してはおっしゃっていましたが、まずは協議の場を設けるというような形でその他党で働きかけるのか、第一段階としてどのようなアプローチなさるのかお聞かせください。それは、先ほど言ったように全体について努力中だと、これはもう政策の問題だけじゃありません、政権の問題も含めてね、全体について努力中だということを、以上はなかなかお答えできません。努力中ですはい、はい、どうぞ。産経新聞の原川です、はい、先ほどもまだ幹部会報告でも述べられたですね、今度の総選挙 その位置づけですけれども、その共闘成功とその党躍進をいかに両立させるかというのが問われている、はい、でこの場合その党躍進というのは、850万票 15% 以上というのは、まあ、一つの指標になるとは思うんですが、この共闘成功というものはこれはどのように定義づけられているんでしょうか。これは私ども今度の総選挙で菅政権を倒して政権交代があると、で私たちとしては協力して新しい政権を作るということを目指したいと思っております。で菅政権を倒して、政権交代をやろうというところまでは連携してやろうということは、先日枝野さんがですね、
前の国会の時に首相指名選挙の時に見えた時にそうおっしゃって、そして私たちそれを受けて投票したという結果があります。政権交代まではね、協力してやっていこうということになっていると思います。ただその先に一緒に協力して政権を作るっていう問題はまだそこまでは至ってないというのが現状であります。で、まあ、そういうことです。そうしますと、つまりその野党連合政権、今日キャンドが加わった形での野党連合政権ができれば共闘成功であるし、できなければ共闘失敗ということになるんでしょうか。まあ、そういうふうに政費をそこで分けるつもりはありません。それからもし政権協力で合意できなかったら一切の選挙協力やらないと申しているわけでもありません。私たちはいずれにせよね、これは枝野代表との党首会談において与野党が競り合っているところを中心に一本化の努力をしようということで合意しているわけですから、ですから私たちとしては政権協力の合意があるなしにかかわらず選挙協力をやっていくつもりです。ただ政権協力まで合意できた場合は選挙協力の度合いも強くなると思います。もちろんですから、そこはやはり今後の話し合いに勝っていると思っております。ですから、ただそれができなきゃ失敗で、ここまでいけば成功だと、まあはっきり成功と言えるのは選挙協力をしっかりやってですね、先ほど述べたような政策でもよく協議してしっかりしたものを示して、で菅政権を倒して政権交代を実現して新しい政権がみんなで作るということになれば、これは大成功ということになりますが、それができなければ失敗というような、考え方に立っているわけではありません。もう一点、昨日のですね、政府のその GoTo の一時停止のこの方針決定に関しては、ツイッターですでに、コメントされているところですけれども、改めて、昨日の決定についてお願いします。私、最大の問題は、なんで2週間遅らせるのかと、停止を。これ、全く理解できないと。御社の今日の社説通りですよ。なぜ28日まで待つのかと、なぜ今すぐやらないのかと、28日って言ったら2週間なんですよ。ところがもうどんどん感染が広がってる、まあピークアウトして下がってるとは言えないわけですね。感染の拡大がずっと続いてる、そういうもとでですね、なぜ2週間遅らせるのかと、私はすぐ直ちに中止を決断して実行すべきだということを強く言いたいと思います。この遅らせるというのは全くですね、責任ある態度と言えない、中途半端な、まさに無責任な対応と言おうかないと思います。それで総理がですね、年末年始お正月を落ち着いて過ごせるようにするためにこれをやるんだとおっしゃったけど、それを言うんだったらね、今止めなきゃいけないですよ。だってコロナの影響が、感染の影響が現れてくるのは2週間先じゃないですか。ですから今止めなかったら、今の状況を続けていたら2週間後は大変になるわけですよ。2週間後はまさに年末年始じゃないですか。年末年始医療機関の体制が一番薄くなるときが一番大変な状況になる、そういう状況をずっと放置しておいて、さあ28日になって止めましょうと、これは全く責任ないですよ。今すぐ GoTo は中止すべきだと、中止を決断して実行すべきだと、これ強く求めます。すいません、日経の小山です、はい、別件でお願いします。赤旗の読者数について、先ほど統制拡大に向けて読者を増やすんだという話がありましたけども、今日の総日予算の中では増減についてはご説明ありましたけども、足元でその日刊紙と日曜版と電子版とそれぞれどれぐらいの読者を抱えていらっしゃるんでしょうか。3つ合わせて100万と100万です。ほぼ100万です、はい、それで発表しております。はい。で、
あとその今日のご発言の中で、その紙と電子版を合わせて読者数を維持しているというような言い方、これまでこういう言い方されてなかったように記憶してるんですが、まあ、その事実関係がどうかということと、その統制拡大にあたってその電子版というのはこう若者の読者とかですね、若者のその支持者拡大と意識しているのか、その辺は考えになるのかというのを含めてお願いします。あの電子版は順調に増えておりまして、あの毎月増えております。それであの電子版は日刊誌と同じ内容ですの で値段も我々の場合同じなんですね。であのこれはあの同じく扱おうと、あの実用の読者ですから、ですから最近決めました。紙と電子版合わせて日刊誌読者の数とするということで最近決めました。うん、あのそうですね、あの電子版はやはりあの当然若い方、それから、まあ、真ん中の世代といいますか、あの30、40代50代ぐらいまでの方多いですね。あのなんといってもそういうあの電子版読んでいただける方はそういう方が多いです。はい、すみません、あの産経の原です、はい、あの政策と関係ないんですが、今日着用されているネクタイは昨日発表された政策ポスターの意思と一緒でしょうか。あ、これ同じものです。はい、別に意味はないんですが。よろしいですか。あ、最後すみません、IWJ の木原です、はい、ございます。別件なんですけれども、あの学術会議に関してですね、あの杉田和弘官房副長官があのいわゆる除外に関与したことを示す経緯文書が内閣府から提出されましたけれども、このことについて野党として追及していかれませんでしょうか。あの国会が閉まってしまったけれども、問い詰めるべきではないかという声が出ているんですけど、いかがでございましょうか。あ、当然追及します。で、あの黒塗りになっておりますけれども、事実上の、任命拒否の実行犯杉田さんだということを示す文書だと思います。ですから国会に出てきていただいて、で任命拒否の経過を語っていただくということを当然求めます。ただこの問題は同時にですね、任命拒否をやった責任は菅さんにある、菅総理にある。ですから あくまでも実行犯は杉田さんだとしても、主犯は菅さんだということで、あの引き続きこれは問題にしていきます。できちんと任命拒否を撤回するまで私たちとしては、追及の手を緩めずにやっていきたい。やはりこの問題曖昧にして許してしまったとすると、日本の今後にとって大きな禍根を残すことになる。戦前の例を見ましても、33年の滝川事件に続く35年の天皇一貫説事件、この後に国体名称宣言が出て、そして国体が徹底的に最後の10年間叩き込まれて戦争に行ったわけですよね。ですから一つの分水嶺になったのが二つの事件でした。そういうことになりかねないと思っております。ですからこれは絶対に曖昧にせずに任命拒否の撤回まで戦い続けます。杉田さん当然出てきてもらいます。具体的にこの後どうするというようなことは今おっしゃるということは難しいですか。まあ、これは閉会中審査でも我々この問題追及します。もちろんコロナもやりますけど、ですから国会のあらゆる場面で閉会中も求めてきます。はい、それでは時間になってまいりましたが、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。はい、それでは終了します。ありがとうございました。